ごきげんよう。三よあきがお送りいたします。バラ色の日曜日の時間でございます。えー、さて、今月は、ゴジラのハリウッド版が公開されますですね。えー、びっくりしますね。ハリウッド版。ね、ハリウッドってところ昔から、ね、よくね、フランス映画とかの英国映画と、よその映画のね、当たったものをパクりましてね。で、それのね、リメイク版をね、作って、 作り所こなのが多いんですよね。まあ、フランス映画のね、ちょっと叙々的なシャレた映画をね、あの作ったりね、あの、しましたけれどもね。<laughs> まあ、もう目も当てられないようなね、打作になってましたですね。だからその、今度のゴジラがね、そういうふうにならなければいいと思ってますけども、えー、きっとまた CG でね、果たしてこのあ、最初のね、ゴジラは、 CG なんてございませんからね。みんなセットでね、カメラとね、美術さんたちの演出の、もうとにかく努力の賜物だったんでね。ほら、昔のゴジラがね、もし、あの、いろいろと DVD や何かでご覧になる機会が終わりでしたらね、何にもなしで手仕事でこんなことやってたのかと。で、まずご覧になってお楽しみいただきたいと思います。日本版の公開はね、 1954年だったんですけどね。私も見ましたけれどもね。で、当時ね、あの主演の宝田明さんがね、えー、まだね、本当に未青年でね、その頃にね、あんなにね、1メートル80以上あるね、あの、背の高い方って珍しかったんですよ。あの、私、後ほどね、あの、宝田さんとね、東方の日劇というね、 えー、芸能人の憧れの劇場が有楽町にございましてね、今は亡くなりまして、デパートになっちゃいましたけども。で、そこでね、共演何度かしてるんですね。うん、よくその、あの、仕事の後、遊びに行ったりしましたけどもね。とっても優しくてね、包容力のある青年でしたですよ。で、1954年と言いますとね、私はね、花の19歳でございますけれど、ちょうどね、 あの、銀座の7丁目にございます。資生堂の真向かいにね、シャンソン喫茶で、銀パリというお店がございましてね。で、今、関日だけが建ておりますけれどもね。で、あの、ジャズ喫茶っていうのもね、日本で初めてその5丁目の方にできましてね、テネシーっていうとこでしたんですけどもね。 まあ、中村八大さん、あの、上を向いて歩こう、作曲なしたね。ああいう方、有名な、秋吉俊子さんって今、アメリカで、あの、大活躍のね、ピアニスト、秋吉さんだとかね。あの、そういった方や何かも、もう、輩出した時代でしたね。なべプロの、渡辺プロのね、創始者の渡辺真さんがベース弾いていた頃でございますね。で、私たちはシャンソン喫茶で歌っていて、まあ、そういう時代だったんですね。 でそしてねあのその頃サラリーマンの人が8,000円から9,000円ぐらいの,あの給料でしたねその頃なんと私がねそれまでねホームレスやったりなんかして、ね、終戦後でしたからねそういう私がねなんともう超満員のお客を呼ぶようになったんでだん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 給料が上がって5万円の給料を取るようになってねでそれで私はあのいろんな あの、カビなね、服装ができるようになったんですけどね。自前の衣装ですから大変でしたけどね。で、そして、まあ、当時流行ったのはそうですね。あ、テレビがね、あの、ガイドテレビなんかがね、えー、それからちょっと増し,して出てきて、力道山。これがね、大人気になりましてね。で力道山さんとはね、あ数年後にね、 小竹映画の激闘というので共演させていただいて、とってもね、可愛がっていただいて、よくしていただいたんですけど、その前にね、その宝田さんとも出てた、あの日劇、ここの上にね、ああ日劇小劇場がありまして、小純吹婦さんやね、コウヒさんが出てらして、トニー・タニーさんも出てて、で、そこへ私も出させていただいて、 で、そこの、踊り子さんがね、気に入って、力さんがよくね、通ってらしたんですよ。で、力道山さんのね、結婚式の時にも呼ばれましてね、からかったらね、トマトのように顔真っ赤にして,て、<laughs> バカエルーってって,て照れてらっしゃって、とっても可愛らしかったですね。で、またあの、双葉山関、あの、幻のね、大宝山の前のね、もう、今、白宝関がね、一番尊敬してらっしゃる、双葉山さん。この方もね、 その結婚式に見えててね。お話しさせていただいて,いて。はあ、この方は人格者だなと思ったぐらいねそんなに大きな方じゃないんですよ。まあ、うん、で、その他に、そう、歌声喫茶なんてのもね、私たちのシャンソン喫茶に張り合って、ロシア民謡が主でしたね。で、社会主義者とかね、労働者の方だとか、その家族の方とかね、働く方がサラリーマンの方も多くて、 で、それこそ新宿からね、中野からね、えー、いろんなところへね、あの、そういう歌声喫茶ができて、ギターとかアコーディオンだけでね、みんなでね、あの、トロイカとかね、ロシア民謡をね、声を揃えて歌うんですね。で、そして、あの、紙に印刷された歌詞をね、皆さんで見ながら、他人同士がね、みんな訳ありいとして仲良くなってね、 そ、えー、それこそいい時代でしたね、うん、でロマンスグレーという流行語もあったんですけどもねでそれまでね白髪っていうのをねみんな隠したがったりね白髪だ頭だからってコンプレックス持ってたおじさま方がねロマンスグレーって言われるようになって市民権を得たもんでね大祝りでね隠す必要がなくなった,ななったそういう時代でまあとううにかく思い出すとそうね次から次にまだまだたくさんございますけども。 それ、また時間がありますときに、そういう話をご披露させていただきたいと思います。